時期っていうか、気温が下がってすごくよく眠れるようになりますよね。夜もさ、すごい薬塗られるのがやっぱり寒いと気温が低いと。今朝仕事の日はいつも6時以上起きるんですけど、今日休みだったんです。今朝ね6時半、あ、その休みでも6時に起きちゃうんですよ、不大抵は。で、寝るんならその一旦起きた後でもう一回寝るんですけど、今朝休みだったんですけどね、まあ、奥さんが仕事だったんで一緒に朝ごはん食べる感じだったんで6時半に起きましたけど、6時で目が覚めなかったのはちょっと珍しいんですよね。そんなに年間で何回もないですけど、目覚めない、そのままずっと寝てて、まあ、気温が下がるとよく寝れて、まあいいって言えばいいんでしょうけどね。モズが鳴いてヒヨドリが群れで帰ってきたりすると、鳥好きな人は飽きたなと思うんでしょうけどね。近くの公園で散歩行った時に、まあ、2、3日前かな、カメラの人いたんでね、どうですかずっと、キビタキ来てるよ、オオルリも見たよなんて言ってて、ああそうなんだと。ちょうどこの時期なんですかね、やっぱちょうどモズが鳴く時期なんですかね。渡りの途中でちょっと綺麗な鳥が寄るんですけど、チラチラといたのがどうもキビタキのメスだったらしくて、ああそんなのも見れてちょっと嬉しかったですね。昨シーズンの鳥の方がというといろいろ、この近くでもシドリがいたりとかコイカルを見たりとかいろいろ収穫があったんで、今年もまたなんかいいのを見られるといいですね。楽しみにしてます。